遅いぞ。
到着っと。お疲れ様。どうした？まあまあだ。殲滅完了だな。ラプンザ、発見した。すごいですわ。いいじゃない。手を貸してくれ。どうやった？これで終わりだ。すごいよ。よく見つけたね。エネミー発見ですわ。すごいすごい。手を貸してくれ。グッドだよ。おい、嬉しいよ。ヘイトが集まっているぞ。どうした？トレジャーボックスだよ。行動に移すぞ。顔よい。敵がいるわ。ちゃんとついたね。あーまあ、いいじゃない。すごいよ。楽しみですわ。デバフ入った。楽しみですわ。なかなかいいアイテムね。おめでと検査。足が止まったわ。素晴らしいです。アファシス、ありがとう。倒したわ。終わらせるわよ。ラプンツェル、よっ。行動に移す。完了だね。行動に移す。これで。すごい。おい、嬉しいよ。やるわね。クレハ、ありがとう。狙撃されそう。ラプンツェル、行動に移すぞ。行動完了。すごい。おい、こちらこそ感謝して。ラプンツェル、お。最高ですわ。よかった。ラプン、ラプンツェル。マスター、トレジャーボックスですわ。お前、感謝する。尊敬するよ。頑張る。
に。まあ当然ね。アップン。おっ。アップン。よっ。アップンさん。よっ。ああ、行動に移すぞ。警戒を怠るなよ。よくやった。これで終わりだ。もっと出ますわ。やった、トレジャーボックスよ。すごいよ、よく見つけたね。あっくん。発見したの。よくやった。これで終わり。アップン。よっ。アップンだ。よっ。敵がいるわ。手を貸してくれ。すごい。おい、ありがとう。マスター、トレジャーボックスですわ。すごいじゃない。厄介なやつ。アップン。おめでとう。尊敬するよ。ありがとうございます。全力で行く。援護するね。素晴らしいです。遅いぞ。ありがとう。最高ですわ。行動に移すぞ。どうやら、最後はすぐ。お疲れ様。素晴らしいです。アファシス、ありがとう。素晴らしいです。頑張るわ。どうってことありません。発見した。これでどうだ。決めるぞ。素晴らしいです。アファシス、どちらこそ感謝している。デバフ成功、チャンスだ。グッドだよ。いいね。嬉しいわ。ちゃんとついたね。まあな。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。サプレッション、くそ。
弱ってるわよ。今のチャンス。アンマシス、助かる。動作完了。ネームドエネミーだよ。強そうだね。ダイナコーデ。あっ、ヘイトが集まっているぞ。楽しみですわ。思い出すよ。やるわね。楽しみですわ。こちらこそ感謝している。手を貸してくれ。手を貸してくれ。すごいですわ。トレジャーボックスがあるぞ。エネミー発見ですわ。ちゃんとついたね。最高ですわ。アファシス、ありがとう。最高ですわ。アファシス、こちらこそ感謝して。スナイパーだ。最高ですわ。すごいよ。弱ってるわ。今がチャンス。トレジャーボックスだよ。なかなかいいアイテムね。おめでとう。発動。グレネードだ。アファシス、発見。どういたしまして。さすがだね。なかなかいいアイテムね。おめでとう。そう。ちょっとだよ。はい。嬉しい。やるわね。嬉しいですわ。アファシス、発見。最高ですわ。アファシス、どちらこそ。楽しみですわ。すごいじゃない。デバフがかかってますわ。すごいよ。楽しみですわ。よく見つけたね。なかなかいいアイテムね。おめでとう。アップンペス。よっ。アップンペス。よっ。殲滅完了だな。へっ、アップンタス。よっ、アッ、へっ、アッ、へっ、アップン、アップンペス。へっ、へっ、アッ。行動に移すぞ。使うわよ。遅いぞ。ヘイトが集まっているぞ。姿ね。まあまあ。動作完了。すごいよ。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいよ。こんなものか。行動に移すぞ。手を貸してくれ。最高ですわ。すごい。お前。楽しみですわ。嬉しいよ。素晴らしいです。なかなかいいアイテムね。おめでとう。よっ、あっへっ、あっ。止める。全力していく。助かる。どうってことありません。素晴らしいです。アファシス、こちらこそ感謝している。これ、アプレッション。アプレッション、願います。倒した。楽しみですわ。いいぞ。手を貸してくれ。楽しみです。入った。手を貸してくれ。最高ですわ。アファシス、すごい。決めるぞ。これでどうだ。なかなかいいやつね。おめでとう。行動に移すぞ。楽しみですわ。ダウンだ。攻めろ。
手を貸してくれ。ロボット完了。さすがだね。残り半分ですよ。手を貸してくれ。ボスが強くなってる。何かしてくる気配です。サプレッション。手を貸してくれ。弱ってるよ。今がチャン。楽しみですわ。そうよ、よく見つけたね。目的到着です。素晴らしいです。最高ですわ。腕どうだ。嬉しい。スナイパーだ。弱ってるわよ。今がチャンス。発見した。足が止まったわ。最高ですわ。消えた。アマシス、ありがとう。チャンスだわ。終わらせるわよ。手を貸してくれ。足が止まったわ。楽しみですわ。最高です。楽しみですわ。アマシス、嬉しいよ。マスター、トレジャーボックスですわ。素晴らしいです。ありがとう。ありがとう。やったね。素晴らしいです。あ、頑張るね。腕どうだ。もっとやれますわ。見つけた。ダンしてるよ。ダンしました。ダンですわ。ロストだよ。楽しみですわ。どちらこそ感謝した。手を貸してくれ。ダンしてるよ。すごい。楽しみですわ。ありがとう。ダンしました。チャンスですわ。弱ってるわよ。今がチャンス。よくやった。これで終わりだ。全力で行く。やりますか。遅いぞ。止める。行動に移すぞ。ダンスマス。ヘイトが集まっているぞ。すごい。前、どちらこそ感謝して。素晴らしいです。ダンしたわ。終わらせるわよ。どういたしまして。行動に移すぞ。ヘイトが集まっているぞ。オーバス完了。ああ、もう。発見した。討伐完了。最高ですわ。アハシス、嬉しいよ。殲滅完了だな。レアアイテムです。ラッキーですわ。ラッキーです。よっ、へっ。応援してるから。ラッキー、素晴らしいです。ラッキー、ラッキー、よっ、ラッキー、よっ、へっ。行動に移すぞ。ヘイトが集まっているぞ。すごいよ。すごいすごい。素晴らしいです。アファシス、ありがとう。よし、エネミーだよ。遅いぞ。これでどうだ。賞金首よ。さあ、勝つ子はいい？3入った。勝つ子だよ。おい、嬉しい。ダウンしてるよ。よくやった。これで終わりだ。レアアイテムです。消えた。ラッキーですわ。まあまあ、おー、最高ですわ。アファシス、こちらこそ感謝している。楽しみですわ。どうした。すごいすごい。手を貸してくれ。殲滅完了だな。ウッドだよ。前、ありがとう。ヘイトが集まっているぞ。やるわね。クレハ、こちらこそ感謝して。まあまあ、最高ですわ。アファシス、ありがとう。手を貸してくれ。最高ですわ。アファシス、嬉しいよ。デバフ入った。すごいです。楽しみですわ。足が止まったわ。すごいよ。頑張るわ。ダウンしました。ダウンですわ。敵がいるわ。最高ですわ。手を貸してくれ。やるわね。楽しみですわ。こちらこそ感謝。すごいじゃない。あっ、ふんた。おっ、トレジャーボックスがあるぞ。弱ってるわよ。今がチャンス。
すごいじゃない。クレハありがとう。討伐完了。これでどうだ。弱ってるわよ。今がチャンス。素晴らしいです。アファシス嬉しい。チャンスます。ダウンしたわ。終わらせるわよ。サプレッション。楽しみですわ。おいありがとう。今だ。楽しみですわ。お前嬉しい。でどうだ。遅いぞ。バフ入った。最高ですわ。あ、ありがとう。最高ですわ。もう少し骨があるやつを相手にしたいものだ。行動に移すぞ。見つけた。すごいじゃない。クレハどちらこそ感謝。最高ですわ。殲滅完了。最高ですわ。任せてよ。弱ってるわよ。今がチャンス。あっ、楽しみですわ。照れますわ。すごいじゃない。クレハ嬉しい。弱ってるわよ。今がチャンス。楽しみですわ。討伐完了。楽しみですわ。今のうちにお願い。弱ってるわよ。すごいすごい。アファシス助かる。すごいじゃない。さすがだね。アファシス助かる。あ、尊敬するよ。あっ、ふん、あっ、へっ、あっ、あっ、ふん、たすよっ。行動に移すぞ。これで終わりだ。すごい。おい、こちらこそ感謝している。注意してください。ありがとう。ありがとう。お前感謝する。これはいかがです。尊敬する。ありがとうございます。これで弱ってるわよ。今がチャンス。どうした。あっ、あっ、ふんだよっ。あっ、ふんだ、あっ、ふんだよっ。あっ、ふんだ、あっ、
行動に移すぞ。まあまあ、これで最高ですわ。楽しみですわ。すごい、弱ってるわよ。楽しみですわ。デバフ入った、デバフ入った。っ最高ですわ。よっ、あっ、へっ、手を貸してくれ。あっ、んです。よっ、デバフ入った。ヘイトが集まっているぞ。最高ですわ。アファシス、楽しみですわ。こちらこそ感謝している。行くわよ。いいぞ。楽しみですわ。ありがとう。あっ、どうしみだ。お助けください。使いますなさい。あっ、ふん、へっ、あっ、ふんです。よっ、あっ、ふんだ。よっ、アファシス、助かる。尊敬するよ。嬉しいですわ。あっ、撃ちますわ。いいじゃない、やるわね。クレハ、ありがとう。いいじゃない。へっ、へっ、あっ、あっ、ふん、よっ、楽しみですわ。あっ、手を貸してくれ。よっ、あっ、あっ、ふん、へっ、あっ、ふん、あっ、あっ、あっ、ふん。さすがだね。最高ですわ。あっ、ふん、すごい楽しみですわ。ありがとうございます。へっ、さあ、よ、へっ、あっ、ふん、さす。アファシス、助かる。いいぞ。照れますわ。へっ、さあ、使います。弱ってるわよ。今がチャンス。へっ、すごい、あっ、ふんです。ありがとう。へっ、へっ、あっ、ふんです。投げるわ、投げるわ。すごいですよ。手を貸してくれ。それで終わり。グレネ、最高ですわ。やるわね。クレハ、嬉しいよ。ふん、あっ、あっ、ふん、あっ、ふん。注意してください。た、決めますよ。あっ、ふんです。発見した。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。注意してください。手を貸してくれ。討伐完了。最高ですわ。アファシス、こちらこそ感謝している。
行動に移すぞ。目を貸してくれ。どうしたか。さすがだね。やるわね。クレハ。嬉しいよ。目的地到着です。まだ成長の喜び。まだまだ強く。レベルアップです。これでみんなを助けられるかな。その通りですわ。なかなか手強いボスだったな。みんなが協力してくれて助かったわ。で、どんなパーツが手に入ったの？はい、頭が良くなりましたわ。金庫の機能が拡張されました。これで預金や運用ができるようになりましたわ。私がお金を大事に保管して、マスターを大富豪にして差し上げますわ。それはかなりすごい能力だけど。いきなりレイちゃんにお金を預けるのはちょっと不安ね。SBC フリューゲルのことは何か思い出したかい？はい、少しですけど。あそこ、だからアファシスは、みんな SBC フリューゲルの鍵を持っているのです。そういう設定なのか。よし、次のパーツの情報を集めようぜ。なんとかなったな。うん、お疲れ様。はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかったですわ。サンキューな。 GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレイ、やっぱり二人が恋人だからできるのでしょうか。え？
直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて、信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を育んでいった。絆ですか。絆と仲良くすることは違うのでしょうか。仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃないと思うな。私もマスターとの絆が欲しいです。マスター、絆をください。うん、お願いしてもらうものじゃないかな。ま、だったら格好の舞台があるぜ。確か、あ、ほら、これだ。これは次に開催されるイベントの告知ですね。ペアを組んで戦いに挑む PVP イベントですか。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。私たちも出場しようと思ってるんだけど。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね。キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でもキリトやアスナに挑戦するつもりで頑張ります。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。あの方、こちらに気づかずに歩いているようです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうですわ。え、どうして。でも女性を颯爽と勝利できるのに。マスター、どうしてなのですか。これは別方向からの刺激。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでいる方でしょうか。なんとか窮地は乗り切りました。でも申し訳ございません。マスター、さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいですわ。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することでこちらをおびき出そうとしていたのですね。そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃するつもりだった。おお、二人ともお疲れ。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリト、アスナ、どうしたんだ。せっかく勝てたのになんか元気ないな。何かあったの。実は。なるほど、確かに最初危なっかしい場面があったもんな。キリトたちにもそう見えていましたか。キリト君、さらに落ち込ませてどうするの。すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの。それもそうですが、私はこの大会で絆がどんなものなのか知りたいと思っていました。でも絆どころか敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいました。戦いの中で育む絆というものは長い間の経験のその先にあるものなのに、敵のあんな簡単な作戦もわからないなんて。
このままでは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわけないし、でも絆ってのは時間や経験だけが決めるものじゃないと思うぜ。それはどういうことなのでしょうか。うん、俺が口で言っても仕方ないと思う。きっとアファシスたちが戦いの中で見つけ出していくもの、そんな気がするんだ。戦いの中で見つけ、あんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。はい。マスター、はい、わかりましたわ。あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。うん、でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっと。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。そう簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ、次の第3回戦の組み合わせが告知されてる。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。なあアスナ、ちょっと考えがあるんだ。そうだね。キリト君が言いたいことなんとなくわかってるよ。マスター、ついにキリトたちとの対戦が始まりましたわ。二人は強敵ですが、負けないように頑張りましょう。ここにいたな、二人とも。キリト、アスナ、この戦い負けるわけにはいかないよ。本気で行かせてもらうからね。もちろんですわ。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人ですわ。とんでもない強さです。1回戦2回戦の対戦相手とは格が違いますわね。マスター、大丈夫ですか。それはでもアファシスにとってマスターは大切な守るべき人なのです。マスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。二人ともここに隠れてたんだな。覚悟はいいかな。マスター、危ないですわ。マスターわかりましたわ。では背中はお任せいたしますマスター。じゃあ。なかなかやるね。マスター、二人を追い込めていますわ。
ここで一気に畳みかけましょう。そのとても心苦しいのですが、マスターには数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私がとっておきの技の準備をいたしますわ。はい。はあ、負けちまったな。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キュリとアスナ。ああ、息もぴったりだったぜ。俺から見ても二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は。ん？いえ、何でもありませんわ。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。はい。それでは始めますわね。運用はどうなさいますか？お金を手に入れたら、どれ毎回受け取ったお金の 50% を預金しますわ。お金の運用はどうなされますか？リスクと儲けは比例しますからね。運用はどうなさいますか？預金への預け入れと預金なさいますか？運用はどうなさいますか？まずはじめに、景気はどうだい？ああ、そのな、あ、その、なんというか、あ、いや、いいんだ。呼び止めて悪かったな。ダメだ！ちょっと待ってくれ。ああ、今日はあいつ連れてないんだ。ほら、あの、のんきで元気なやつだ。いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。けどよ、いつもお前さんと一緒にいるからよ。どんな関係なんだ？なんだって？あの子が AI？ 嘘だろ。この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。愉快な性格をしているし、が AI なんてな。いや、それなら話が早い。一生に一度の男の頼みと思って聞いてくれ。お前さんのアファシスを譲る。金やアイテムなら持っているだけ全部払う。他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。
抜けているけど大事なところは押さえている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか不思議と目が離せなくなった。俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。とま、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか譲ってくれ。まあそうだよな、お前さんは仲間を金で売るタイプじゃねえけどよ、俺様だって一度言ったことは引っ込めねえ。そしてアファシスはアイテム扱い。ただフィールドに出た時は用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。情報も大歓迎だぞ。情報屋は伊達じゃないよ。毎度あり。その通りですわ。毎度あり。するよ。すごいじゃない。すごいですよ。殲滅完了だな。敵はドイツだ。行動に移すぞ。ヘイトが集まっているぞ。よくやった。これで終わりだ。止める。すごいよ。行動に移す。どうした。そんな感じだ。発見した。止める。遅いぞ。使います。ちゃんと着いたね。待っていたぜ。
お前さんたちがフィールドに出てくるのをよ。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって。アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りしますわ。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほら、レイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういうことを言われると少し反応に困ってしまいますわね。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど、勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人。どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。行動に移すぞ。遅いぞ。これでどうだ。遅いだね。楽しみだし。アファシス、嬉しい。楽しみですわ。アファシス、こちらこそ感謝する。頑張るわ。やりました。マスターの勝ちですわ。男に二言はねえ。今回は俺様の負けだ。ほらよ、約束のブツだ。ねえ、ちょっと待って。今回はついニューディーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつらいですわ。
行動に移すぞ。ネームドエネミーも強敵だ。これで変化するね。ちぎった。ちょっとだよ。楽しみですな。あんたの使うわよ。全力でいく。使うわよ。これで楽しみですわ。よろしくお願いします。すごい。おい、ありがとう。グッドだよ。回復だ。ありがとうございます。ございます。出発成功。チャンスだ。遅いぞ。とついたね。契約入った。尊敬するよ。ありがとう。へっ、行動に移すぞ。バックン、バックン。楽しみですわ。目的地到着です。よくやった。これで終わりだ。すごい。任せて。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいよ。あっ、すごいじゃない。使います。レバフ入った。使いなさい。楽しみですわ。素晴らしいです。アファシス、こちらこそ感謝している。発見した。どうした。楽しみですわ。あっ、踏んだ。よっ、すごいよ。すごいよ。よく見つけたね。行くぞ。まあ当然ね。止め、遅いぞ。尊敬するよ。頑張るね。どうってことありません。行動に移すぞ。チャンス待つ。目を貸してくれ。楽しみですわ。レジャーボックスだよ。エムドエネミー、やるぞ。ダウンしたわ。終わらせるわよ。ヘイトが集まっているぞ。まあまあ、楽しみですわ。殲滅完了だな。手を貸してくれ。よくやった。これで楽しみですわ。すごいよ。よく見つけたね。待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。久しぶりでもないでしょう。外に出ると必ずジョーがいますから。親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち。そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人ですよ。この前はケーキをくれました。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりませんから。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないということだ。どうしてそういう理屈になるのよ。
正々堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。なんでそんなことまで知ってるの。アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてあるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする。そうなるわよね。行動に移すぞ。これでどうだ。ダンスは急げ。ダンスは終わらせるわ。ちょっとでも。おい、こちらこそ。はい。デバフ入った。最高ですわ。楽しみですわ。まあ、楽しみですわ。嬉しい。気を引き締めていく。さあ、私たちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。なん、まさかこの俺様が負けるなんて。くっ、一度した約束は必ず守る。ほら、これがパーツの情報だ。パーツが手に入ればさらにパワーアップできますわ。ありがとうございます、ジョー。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。もういい加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりましたわ。これからはアイテムや情報をもらうようにします。続きってまだなのかな。 SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。ゼリスカさん。あらクレホちゃん、ここってあなたのホームだったの？あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。ただいま帰りました。ちょっとお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターに何も告げずに出たのが失敗でしたわ。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。
ちの子？ダメですわ。セリスカは優しいですが、私のマスターはただ一人ですもの。だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばを離れたらサポートができません。なぜレイちゃんはお外で迷子になるのですか？別に迷子にはなっていませんわ。ちょっと帰り道がわからなくなっただけですもの。それって迷子だよね。でもどうして窓に張り付いていたの？欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの？もしかしてお小遣いをもらってないの？マスターはまだ初心者ですから、マスターの装備を優先したいのです。アファシスにはお小遣いシステムというものがあるの。自由になるお金を与えることで、その子の個性に応じてアイテムを購入しておいてくれるのよ。時には手に入りにくい武器や強化に役立つアイテムを入手してくれるわ。もちろん変わったものを買ったり、普通にお小遣いとして使う場合もありますけど、どちらにしろ GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。分かっていただければいいんですの。では、突然失礼しましたわ。マスター、今まで言わなくて申し訳ありません。お小遣いシステムを使えるようにしたので試してみてください。これからはマスターのために掘り出し物を探してきますわ。ねえねえ、あんたいつの間にセリスカさんと知り合いになったの？やっぱりセリスカさんって無冠の女王って呼ばれてる人？私も名前を聞いたことがある。でも攻略もしないみたいだし、ランキングでも見かけないよね。そうそう、すっごく強いソロプレイヤーなんだけど、 BOB やイベントには一切出ないの。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたいな。そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかった。ねえクレハ、今度見かけたら頼んどいてよ。どうだろう、なぜかは知らないけど目立つことが嫌いみたいなんだよね。どうしたの？私気づいてしまったのですが、 GGO の多くのプレイヤーさんたちは皆さん性格がバラバラです。それはそうだよ、プレイヤーの性格がみんな同じなんてありえないし、レイちゃんみたいなナビ用の NPC にもいろいろな性格があるでしょ。私もいろいろな性格になってみたいですわ。いろいろな性格？いやいや、基本的に性格っていうのは人格一人に一つだけだよ。ということはもう私は性格を変えられないのですか？レイちゃんは今の自分の性格が気に入らないの？そういうわけではありませんわ。ただマスターのナビとしてもっといろいろな可能性を探っていきたいのです。それってつまり。そうですわ。でも変えようと思って変えられるもんでもないしね。どうしよう。あ、そうだ、まずは言葉遣いを変えてみればいいんじゃない？言葉遣い？ええ、言葉遣いにはその人の性格が現れるものだから。
特徴的な言葉遣いを真似ればその人の性格を少し体験できるかも。わかるような、わからないような。論より証拠よ。ちょっとやってみましょう。だから俺はよ、そん時言ったわけよ。てめえどこに目をつけてんだってな。それでどうしたんだ、相手はビビっちまったのか。あったぼうよ、腰抜かしながら逃げ去っていきやがったぜ。あいつは面白いや、スカッとする話じゃねえか。レイちゃん上手。確かにすげえな、俺の口調を見事に真似てるぜ。褒めるな褒めるな、俺にかかればこんなのお茶の子さいさいよ。でもね、所詮は GGO も遊びなのよ。現実にはバレットラインやバレットサークルもないしね。そうね、ただ実際にはそういったシステムアシストがないと素人が相手に弾を当てるなんて至難の業じゃないかしら。確かにその辺のバランスって難しいわよね。リアリティの追求とエンターテインメントとしての気持ちよさをどこまで優先するか難しい問題だけど、考え始めてみるとなかなか興味深いわね。うわぁ、なんだかレイちゃんシノンの真似すると賢く見えるよ。見えるってどういう意味ですの。私は最初から賢いですわ。戻っちゃった。拙者アファシスと申す者、この銃と廃墟の世界にて冒険者たちを助力する役目を仰せつかっておりまする。おのおの方も御用が終わりのようでしたら、何なりと拙者にお申し付けくだされ。それは誰かな。先ほどお会いした冒険者の言葉遣いを真似ておりまする。そのご人、時代劇とやらがお好きのようでございました。侍言葉っていうのかな。何にせよすごい再現度だね。にゃんにゃん、アファシス、もう眠たいにゃん。ダメだよレイちゃん、今日はまだ別のダンジョンに行く予定なんだから。アファシスはとっても気まぐれなんだにゃん。餌をくれないと愛育って振り向かないんだにゃん。確かに猫って気まぐれだよね。そろそろ一度元のレイちゃんに戻ってもらった方がいいかな。そいつはどうかな。俺様の右腕の豪華が魂を貫き通せと囁いている。え、いきなり中二病に。ばあさんよ、少しは年寄りをいたわる気持ちを持ってくれてもいいんじゃないかの。今度はおじいさん。やだ、僕もお家に帰ってアニメ見るの。次は幼児に。ちょっとレイちゃん、おじやだやだ。なんとか戻れましたわね。ええ、一時はどうなることかと思ったね。対話して覚えた口調がどんどん出てきて止まらなくなってしまいましたわ。私もびっくりしました。この訓練はちょっと刺激的すぎたのかもね。でも楽しかったですわ。いろいろな性格が分かった気がします。そっか、それは良かったね。やったじゃないか。二人とも優勝おめでとう。キリとアスナ、感謝しますわ。いやいや、この結果は二人の成果だよ。う
決勝戦の2人のコンビネーション、これまでよりも格段に良くなってたと思うよ。ああ、モニターから見てたけど本当に息がぴったりだったぜ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かりましたわ。パートナーとしての絆というものが、お互いを思いやるのは当然、でも優しくするだけではダメなのだと。目的のために背中を預ける、時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても、協力し合えば乗り越えられると信じることが絆なのですね。ああ、そうだと思う。アファシスたちにはもともとマスターとアファシスの関係ってものがあるけどさ、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい二人にとって大事なものじゃないかって思うよ。マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってことね。ですが、マスター、それでもよろしいのでしょうか。これで二人の絆が深まってくれて嬉しい反面、これから今回の大会みたいなのがあるとは。ま、強敵を作り出しちゃったね。でもそう言いながらキリト君嬉しそうだよ。そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。もし次があったとしても、マスターと私の絆で連続優勝を飾ってみせますわ。ご覧ください、マスター、クラインが来ますわ。今日も素敵ですね。その髪型すごくお似合いですよ。いらっしゃいませ、ご用件をどうぞ。用件なんて大げさなものじゃねえです。ただ連絡先を教えてくだされば。それで申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインはまた大人なコミュニケーション中なのでしょうか。言われてみれば確かにそうですわね。早速質問してみましょう。ごきげんよう、クライン。ん？なんだ、アファシスじゃねえか。こんなところで道にでも迷ったのか。マスターがいるから大丈夫ですわ。それより少し聞きたいことがあるのですが、さっきの大人なコミュニケーションってどのあたりが楽しいんですの？どこらへんだ？そんなの全部に決まってるじゃねえか。俺はな、あの人の釣れない態度の奥にある本当の思いってやつにアタックしてるんだ。昨日は届かなかったかもしれねえ、だが今日は届くかもしれねえ。そうやって重ねていく1秒1秒が喜びなのよ。プレイヤーと AI なんてちっぽけな枠には収まらねえ、本当の関係を求めてるのさ。俺にとっちゃそれがアファシスとの理想の関係ってやつなんだ。なんてな。さ、分かったら戻った、戻った。俺はあの人から連絡先を教えてもらわなきゃなんねえからな。マスター、クラインはすごい方ですね。マスターとの理想の関係なんて私は考えたこともありませんでしたわ。決めました、私もマスターと理想の関係になりたいですわ。考えてみたら、私とマスターは出会ってからずっと同じような感じでしたわ。進歩しないなんて学習する AI としてあるまじきことですわ。ここらで、手こ出しが必要です。私頑張りますので楽しみにしていてください、マスター。
行動に移すぞ。ネームエネルギーの標的だ。援護するね。すごい、お前楽しみですよ。さすがだね。グレネードだ。ちゃんとついたね。くそ、ヘイトが集まっているぞ。デバフ発動。グレネードでは。やるぞ。ありがとうございます。素晴らしいです。くそ、すまない。ポイズンです。助かる。嬉しいですわ。弱ってた。回復だ。今がチャンス。素晴らしいです。戻れてください。やったね。回復だ。なかなかいいアイテムね。おめでとう。ヘイトが集まっているぞ。アンマシス、助かる。姉ちゃん、助かるわ。尊敬するよ。照れますわ。デバフがかかってますわ。すごいすごい。お前、感謝する。最高ですわ。到着したな。あ、ヘイトが集まっているぞ。スナイパーだ。やるわね。クレハ、ありがとう。最高ですわ。完了、絵を貸してくれ。楽しみですわ。さすがだね。腕どうだ。楽しみですわ。発見した。絵を貸してくれ。ダウンしてるよ。ダウンしたわ。終わらせるわよ。いいものを手に入れたな。敵がいるわ。ラッツン、ラッツン、行動に移すぞ。最高ですわ。アファシス、こちらこそ感謝。素晴らしいです。アファシス、ありがとう。なかなかいいアイテムね。おめでとう。発見した。すごいよ、グッドだよ。おい、嬉しいよ。素晴らしいです。アファシス、こちらこそ感謝して絵を貸してくれ。弱ってるわよ。今がチャンス。ちゃんとついたね。全力で行く。発動、発動、遅いぞ。こちらこそ感謝。楽しみでダウンしてます。ダウンしたわ。終わらせるわよ。どうした。すごいじゃない。ラックンクレハ、ありがとう。あっ、ラックンクよっ。発見した。止め。発見した。ダンスマス、最高ですわ。アファシス、こちらこそ感謝。楽しみですわ。チャンスです。遅いぞ。あっ、手を貸してくれ。なかなかいいアイテムね。おめでとう。警戒を怠るなよ。ヘイトが集まっているぞ。楽しみですわ。トレジャーボックスがあるぞ。おい、感謝する。尊敬するよ。やっぱ当然ね。ちょっと、へっ、尊敬するよ。止める。敵がいるわ。スタンしてるよ。ダウンだ。攻めろ。目を外してくれ。スナイパーだ。すごい、任せて。ネームドエネミーです。最高ですわ。アファニス、嬉しい。すごいじゃない。
ありがとう。弱ってるわよ。今がチャンス。発見した。止める。遅いぞ。ダンスで待つ。倒したか。殲滅完了だな。ダンスでよ。よっ、当てる。せー、これはいかがです。すごいじゃない。クレハ、照れますが、トリザーボックスがあるぞ。今だ。援護するね。止める。消えた。食らいなさい。食らいなさい。倒れて。スナイパーにご注意してね。出ます。これがチャンスだ。弱ってるよ。決めるぞ。アファシス、助かる。楽しみだ。クレハ、ありがとう。まあまあだ。倒したか。楽しみですわ。すごいよ。すごい。おい、嬉しいよ。弱ってるわよ。今がチャンス。応援してるから。止める。遅いぞ。これどういたしまして。行動に移すぞ。ダウンしてるよ。すごいすごい。ダウンしてるよ。どうってことありません。ラプンです。よっ、すごいすごい。素晴らしいです。アファシス、こちらこそ。感謝。警戒を怠るなよ。さすがだね。スナイパーだ。いいじゃない。あーまあ、最高ですね。見えた。アファシス、嬉しい。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。すごいすごい。素晴らしいです。アファシス、こちらこそ。感謝していい。頑張るわ。トレジャーボックスだよ。エアーイズミス、ラッキーですわ。でどうだ。全力で行く。すごい。前、ありがとう。遅いぞ。いいぞ。行動に移すぞ。当てる。援護するね。気を引き締めて。発動。その顔よ。パワーアップしましたわ。使います。やった。ちゃんとついたね。最高ですわ。素晴らしいです。アファシス、こちらこそ。感謝。楽しみですわ。攻撃完了。よくやった。これで終わりだ。行動に移すぞ。ラプン、ラプン、ラプン、よっ。
発見した。すごいですね。楽しみですわ。さすがだね。よくやった。これで終わりだ。すごいよ。よく見つけたね。なかなかいいアイテムね。おめでとう。発見した。まあまあ。殲滅完了だな。よこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。バザルト城か。面白そうなプレイヤーだけど、まあ当分は大変だな。私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。ほんと相手の気持ちを考えない男って最低ね。うんうん、男の風上にも置けねえやつだな。ツッコミはしないから。まあまあ。それで今回はどんなパーツなのかな。アレイちゃん、早く試してみてよ。可愛らしさが上がりましたわ。親バカというかマスターバカなんだから。でどんな機能が追加されたの、レイちゃん。アバターコーディネートができるようになりました。これで様々なコーディネートが試せますわ。よかったね、レイちゃん。レイちゃんに似合いそうな衣装を作ってみようかしら。いいですね。私もお手伝いします。記憶の方はどうなのかしら。何か新しいことを思い出した？SBC フリューゲルは普段なら見えるのですが、今は見えませんわ。まだパーツが必要みたいね。この内容だけだとまだよ。まずはアバシスのパーツの情報から探さないとな。ここは総督府ロビーです。ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。ご安心ください。私は完全に正常です。さあマスター、ご用件を。私に指示をください。
申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。現在イベント情報へのアクセスは遮断されております。私が遮断しているんじゃないかですか。黙秘権を行使いたします。ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。あ、自分で端末を操作するのは反則ですわ。うん、失礼しました。ともかく現在ランキングをお見せすることはできません。他にご用件はございますか。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。理由ですか。それは規則ですので。他には何かございますか。申し訳ございません。ご要望には。え、違うのですか。あ、はい、わかりました。慣れないことをするとくたびれますわ。受付をしているアファシスはすごいのですね。クラインがタイプ B との関係を理想と言っていたのです。だからまずあの二人のやりとりを参考にしてみました。マスター、さっきの私たち理想の関係だったでしょうか。あら、そうですの。結構上手に真似できたと思っていたのですが。タイプ B みたいな話し方も実践しましたし、お答えできませんも使ったのですが、何がいけなかったのでしょう。そうですわ、わかりましたわ。私はアファシスタイプ X だから、タイプ B と同じじゃダメなのですわ。そうとわかれば簡単ですわね。もっといろいろなデータを参考にすればいいのです。では早速データを集めてきます。次こそ理想の関係ですわ。マスターじゃないご主人様、今日も赤色のいいお天気ですわね。ところで喉は渇いていませんか。ご主人様、いつでもお茶をお入れいたします。そうですわ、荷物は重くないでございますか。とにかく何でもお申し付けくださいでございます。ご主人、何をしているのですか。あら、レイジ、ゼリスカも、ごきげんよう。こんにちは、レイちゃん。マスターをご主人様と呼ぶなんてどうしちゃったの。あなたのマスターから何か妙な命令でも受けたの。そうです、違いますわ。これは私がマスターにお願いしてやっていることなのです。あらあら、どんなものにだってメンテナンスは必要なのです。私とマスターの関係だってそうですわ。世の中にはきちんと関わりを築いて、これがアファシスとの理想の関係だぜって、私はいつかマスターにもそう言ってほしいのです。だからこうやっていろいろ試しているのです。理想の関係だぜね。まあ誰が言ったのかはだいたい想像がつくけれど。ですが私たちにメンテナンスなど必要ありません。そうね、私もデイジーちゃんに不満はないわよ。ああ、でもマスターへの不満という点では少し。え？お疲れの時には休むことを優先してください。私は数日放っておかれても全く問題ありません。私のことを気にしすぎてマスターが疲れるなどあってはならないことです。ええ、気をつけるわね。それに私の服はもう十分あります。マスターは。あら、新しい衣装は嫌いだったかしら。
いえ、とても可愛らしい衣装だと思いましたが、でもそれとこれとは話が。そうなんだ。そっか、気に入ってくれたのね。まあ、二人は仲がよろしいのですね。どう？レイちゃんから見て私たちは理想の関係に見えるかしら。よくわかりませんわ。前に見た理想の関係とは違うようなのですが。ねえレイちゃん、レイちゃんは理想の関係になるために自分が変わろうとしてるわね。でもマスターを変える手もあるんじゃない？もしかしたら手っ取り早くマスターを乗り換える手もあるかもしれないわよ。他のマスターや例えば私とだったら理想の関係になれると思う？よくわかりませんわ。でも私はマスターのアファシスですもの。だからマスターに理想と思ってほしいのです。でもレイちゃんは幸せ者ね。そうなのですか？大丈夫、きっともうすぐ答えがわかるわ。だってそれじゃ私たちは行くわね。レイちゃんもマスターさんも元気でね。お二人ともさようなら。行ってしまいましたわ。マスター、私のやり方は間違っているのでしょうか？わからなくなってきました。ですか？クエストですか？何でも私にお任せください。マスター？はい、やっぱりマスターにはお見通しなのですね。実はこの間からずっと気持ちがモヤモヤしているのです。ですからおやつもあまりたくさんいただけず。この前セリスカとデイジーに会いましたよね。それからなのです。あの時最後にセリスカは言っていました。答えはもうレイちゃんの中にあるって。でも私には何のことかさっぱりです。いくら考えても私は早く理想の関係になってもっとマスターの役に立ちたいのに。おおお、ニュースで見た顔がいると思えば、お前タイプ X だろ。ってことは、そっちにいるのは噂のマスター様か。いかにもひよっこって面をしてやがるぜ。何なのですか、あなたは。マスターはひよこではありません。引っ込んでな。いくらレアだろうが AI なんぞ似合わねえ。俺様が会いたかったのはそっちのひよっこよ。いや、それよりチートマスター様って呼んだ方がいいか。聞いたぜ、お前ログイン初日に大会に出たんだってな。最初からそれ目当てみたいによ。そしてだ、ワープゲートでうっかり飛んだ先が偶然そこのアファシスの目の前だったんだってな。お前は迷わずマスター登録、上位ランカーの鼻先からそいつをかすめ取ったってわけだ。しかもその時上位ランカーから撃たれたのになぜか狙撃は外れ、あんたは無傷。ってふざけんな、できすぎだろうが。何がリアルラックだよ。なきゃあるか、チートだろ。そうなんだろ。ひどい言いがかりですわ。マスターはチートなんかしません。俺はお前のマスターと喋ってるんだよ。だいたいなんだお前その喋り方。
他のアファシスじゃ聞いたことないぜ。バグでもあるんじゃないか。違います！マスターはチートなんてしていません！私にバグなんかありません！勝手にマスターのことを悪者って決めつけて、ちゃんとした証拠もないのに思い込みだけで文句を言って、あなたなんか何も分かっていません！なんで、お前こそ何が分かるってんだ。分かります！マスターはすごいお方です！ズルはしないし優しいし、それにとても努力家なのです！今強いのだってずっとずっと頑張って強くなったのですわ！それに私にお小遣いだってくださるのです！パーツだって探してくださるのです！悪いことなんて絶対絶対なさいません！おい、アファシスってプレイヤーにバカとか言っていいのか？なんだよ、AIもついしやがって。まるで俺様が悪いみたいじゃねえかよ。悪いのですわ。いや、そりゃでもよ、わかった、その、なんだ、悪かったな。あだよ。失礼なことでした。マスター、私はマスターがひどいことを言われているのを聞いていたら、胸や頭がカーッとなってしまったのです。それで気がついたら急に言葉が溢れてきたのです。ジェリスカの言ってたこと、ようやく分かった気がしましたわ。マスターはずっと私のマスターで、私もずっと私だったのです。クラインとタイプ B やジェリスカとデイジーのやり方とは違いますけれど、理想の関係ではないかもしれませんけれど、私とマスターは私とマスターのままでいてよいのですね。遠回りして申し訳ございません、マスター。でももう大丈夫ですわ。ずっと一緒ですわ、マスター。あ、そうだマスター、いいことを考えました。せっかくいろいろ試したのですから、今後に生かしたいですわ。だからマスターのご指示があれば、いつでもご主人様とお呼びします。あ、それともご要望にはお答えできませんの方がよろしく。あ、マスター、どこへ行かれるのですか？ずっと一緒なのですから、私を置いていってはいけませんわ。どうってことありません。